ポポポポポポディジューポ、みんなでディジューポ、楽しいディジューポ、健康ポ、あ、間違った、健康ポ。はい、明けましておめでとうございますということでね、1月2日ですよ、あのこうオンエアをね撮ってるのは12月1日バラしちゃうちょっとねお正月気分ということで今日は衣装も変えまして、なかなか衣装、この衣装ということでね、あのということでばっかり言ってるんですけど、みんなでディジュポ健康法第7話ボル7セブンだよ、ラッキーセブンね、ラッキーセブンにゲストで登場してくれるのは最近名前がユーコリンからコリンになって、ユーが取れたコリンさんこと山本優子さんで、いやーあれ、はいあなた映ってんのよ最初から最初がここにいるの、最初がここにいるの実はね明けましておめでとうございます、はいはい、どうも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 、今日はあの群馬の どこだっけ、大浦町、んえなんだっけ、大浦町、あ大浦町、竹林何これ、何これ、何これ、何それ、群馬県の形、あ群馬県の形、群馬県あなるほどね、でそうかそうか、フレミングの法則かと思った、ここ首、くちばしがあって買う、この首の辺です、ああそんなとこに住んでるのね、はい、わたわた、ここに住んでます、ありがとうございます、白鳥の飛来地で有名な、ああそうなんだ、そんなところに僕は今バーチャルでお邪魔しております、コリンさんのご自宅です、何かご馳走も出てくるのでしょうか、あのそうオンエアの時にはもうすでにコリンさんに、ディジュポ健康法のマイスターになっていただいてからもう1年以上経ったという時になるんですが、はい、ね、いろいろこうご活躍をいただいておりまして、なんと地元の公民館、はい、公民館の最初はなんか講座をやったんだよね、そこからなんか評判が良くてサークルができたというね、え素晴らしい、これ世界初よ多分、おすごい、だってそんなディジュポ健康法がもうすでに世界初のことであのディジュリドゥっていうのはすでにあったんだけど、ディジュポ健康法であのサークルっていうのは初めてですよ、世界初、この世界初っていう響きはどう、好き、聞こえてる、え、いやいや世界初っていう響きはお好きですか、はい好きです、はいね、あのコリンさんはですね、まあ、ディジュポ健康法のマイスター、まあ、認定マイスターという一般マイスターの上のね認定マイスターまでなっていただいて、この認定マイスター一般マイスターの養成講座ができるということなんですけれども、その活動もさることながらそのディジュポ健康法やる前からあのマコモ、マコモ、マコモ姫、はい、マコモ姫って皆さん分かります、マコモって、マコモっていうのがね日本古来あったわけですよ、イネ科の植物でね、稲よりもでかいの、もう葉っぱがねあの本当ピュッてやると指ピュッて切れて血がピュッて出るぐらいの稲 のような、稲、まあ、がでかくなったようなものなんです、水田でできるものなんですけどね、で中国から来たマコモダケっていうこの葉っぱの根元っていうのかな、にがポコッとこう膨らんでね食べれるようになるのが、まあ、中国から来たものなんですが、日本古来のものはそうではなかったらしいんですけどね、その日本古来のマコモ葉っぱをですねお茶にしたりお風呂に入れたり、あとあの出雲大社のでっかいあのなんていうんだっけあれ、しめ縄、そうしめ縄、あれはマコモではありません、え違うの、あれは違います、え俺そうやって聞いてた、あれじゃなくて本殿の方、本殿のしめ縄でしょ、うん、ちっちゃいやつ、 あのでっかいのじゃない、あそうなの、あ俺騙されとったわ、
誰に騙されたんだろう。へえ。まあでも昔はなんかしめ縄とかね、まあ、小物で全部作ってたっていうし、あのブッダ、お釈迦様が人を治す時に、むしろの上でなんか人治しをしてた時のむしろは稲というよりはむしろあのむしろむしろだけにむしろちょっと突っ込んでよあのそこがマコモだったというね、はい、浄化の力が強いんだよね。そうです。実は僕もね岡山で6年間農業やってた時にね、棚田で隣のおじいちゃんが何やしらこう作ってるから田んぼで、もう何すかって言ったら、マコモだけって言うんじゃん、知らんのかって、知りませんよ、これな大変なんじゃん、もう毎年3倍に増えてくけよ、もう俺はもうやめるけ来年はって言うから、あじゃあ僕やりますよって言って、あと継いだらもう大変だった。どんどん耕作地が増えていく、毎年3倍増、多年草ですからね、同時期にできるんで、ドワーッてもうねあの軽トラに山盛り積んでね配って回った、もらってももらってね、美味しいんですけどね。あれほんですごい田んぼの水がきれいになるっていうんで、最終的にはできるだけ上流の方の田んぼにね植えてね、で村の人たちにねこれであの水きれいになりますからっつって植えさせてもらって、なんかそんなこともしましたわ。そのマコモ姫を何年前からやってるの？何年前からやってるんですか？マコモ姫は3、4年。おお。それどこにあるんだっけ、マコモの会社が？宮城県の気仙沼です。気仙沼ね。はい。そうそう、その不思議な話あるでしょ、そのマコモの会社のあの311の時に話してよ。311の津波があって、うん、もう本当そこまで会社のそこまで来たけど、うん、別れて。そう、別れたってすごいよね。なんで？被害なんかあった？別れたって言ったかな。被害はなかった。モーゼのあれみたいじゃんか。海プワー割った話みたいな。うんうん、マコモ大明神がいるんですよ。どこに？敷地内にあるんですよ。ちっちゃいのか。でそれが何？へーって。だから多分マコモの神様が守ってくれたんだろうって会社の。なるほどね。でもそれすごいね。割れたってすごいよね。割れないよ普通ね。割れたかどうかは忘れちゃった。あ、そっか。それ適当に作ったでもなんかそんなこと言ってました。そこまで来たけど、うんうん、会社には被害がなかったっていう。それ素晴らしいね。でマコモのパウダーがあるんだっけ？はい、マコモの葉っぱを、うん、発酵させて、その会社では組成って呼んでるんですけど、うん、まあ要は一般的に発酵させていて、それを、ね、パウダーにしたものがあって、うんうん、お茶、マコモ茶みたいな、マコモ茶飲んであったりするわけですね。もう一つなんかやってなかったっけ？朝かなんかやってなかったっけ？朝はやってないんだっけ？朝はあんまりやってない。あ、朝はやらずに夜の蝶をやってたんだっけ？違う。そうです。そうです。でも本当に朝とマコモって一体で、まあね、朝は朝で、うん、マコモはコモなので夜なんですよ。あ、なるほどね。陰と陽のバランスがあって、なるほどなるほど。朝は陽の力があって、うん、マコモは陰の力があってっていうなので。で、まあ、陰と陽が揃うからなかなかいいよって、あ、飲みながら、はい、すいません、私朝のもの、朝の衣服とか、うん、朝でできたものを身につけたりとか、うん、朝摘みとかそういう朝のものを取り入れるといい、うん、そうね、バランスがいいっていうか、知ってる。ちなみに、ちなみにそれは今お召しになっているお着物は材料は何ですか？これは化繊です。はい、洗濯機でも洗えます。え、あ、そうなんだ、はい、なるほどなるほど。まあまあまあ、そんな活動をねしながら、ディジュポ健康法も
本当に積極的にやってくれて、その地元の公民館のサークルと、あとなんだっけ、神奈川県、横浜？元町？元町？横浜も始まるのかな？横浜はまだこれからですね。新富町は？新富町もこれから定期開催にするかっていう感じね。はい、あとは埼玉県の嵐山町。へえ。で、こう今月、とりあえず今月から月1でやっていきましょうっていうことで。へえ、すごいじゃん。公民館の日が午前中で終わるので、その午後、第3水曜日の午後にやっていきましょうということで、教室が何町決まりました。再来週から。何町？嵐山、嵐山って書きます。はあ。まあ今の時点で再来週ってことは、これオンエアしてる時にはもう始まってるっていうことだよね。もう始まってるはいはい。まあ1ヶ月のちょっと時差がこうであるわけで、まあね、どうです、1年こうやって、まあ自分的にどうですか、なんか効果を感じてます？デジポ健康法目覚めが良くなった。お、朝の目覚めが良くなった。朝の目覚め、私は朝が一番疲れてたんですけど朝が一番疲れてたって、本当にだるく、まあ、そもそもあんまり眠れないっていうか浅眠、浅い眠りだったので、なのでまあ寝てるけど疲れちゃう、なるほど。朝が一番辛いっていう。寝てる時に暴れてたんじゃない？朝は辛くないし、シャキッと起きられるし、早起きになったのと、あとは小顔になったでしょ？ん？小顔になったでしょ？小顔はわかんないんですよね。なったと思うよ。それは今周りからは言われるんだけど。そうそうそう、そんなもん。分かんない。自分は毎日見てるので、いきなりピョンって小顔になるわけじゃないから、徐々にこう小顔になっていってるので、久しぶりに会う人が気づくんですね、大体が。あれ、久しぶりに会ったら痩せたとか言われますけど。そうそう、顔ちっちゃくなったんじゃねとか。あとウエストはどうですか？ウエスト細くなりましたよ。なりましたか、よかったですね。で最近痩せました、3キロぐらい痩せましたね。それはディジュポだけでもないわけですね。いろいろあると思いますけど。いろいろあるんですね。まあでも、そうね、まあまあ眠りの質が変わるとかね、それはとてもいいことだし、代謝が良くなるっていう話も聞くけど、その汗の出具合とかどうです？汗の出具合どうだろうそっか、まあまあね、いろいろ人によってね、体感も違ってくるんであれなんですけど、まああれ、ご両親はやってくれてるんでしたっけ、デジュポ健康法は。そっか、両親にやらせたいとかね、言って。そうそうです、言ってたけど、まあ、一応母用のはあるんですけど、なかなかね、うちも結局お袋に一本置いといたけど、俺の前でしかやらんかった大体身内ってそんなもんか、ついてないと。そう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 、麻痺があったりするんで。ああ、そうかそうか、それはね、ついてる時にやってあげる。そっか、まあ、今後どうですか、まあ、年も変わり2022年になりましたが、今後どういう展望というか抱負早くこう一緒に動いてくれる人が欲しいですね。関東にも多分前下さんいるんですけど、一緒にやったりとかってあんまりしてないし。そうね、だから一緒にこうできる人が現れたら。秋田さんは
あ、秋元さんともやりましたね。恵子さんとかね。恵子さんとやりましたね。まあまあまだまだこれからですよ本当に。ちょっと東京がねやっぱりこう前下さんの動きがちょっと鈍いっていう言い方は申し訳ないんですが、名古屋とか大阪に比べてちょっとおとなしいなっていう感じがしてるの で、ね、まあ、ちょっと今年は早々に関東ねやっぱもうちょっと盛り上がっていただきたいなっていうのがあり、でまあそうね、オンエアの時にはコロナもどうなってるかちょっと分かんないんですが、多分まあ大方の予想はこのまま収束していくだろうっていうことを言ってたけど、でもなんかね変異株がまた暴れてるんで、日本も海外からのね受け入れをしないっていうことも今やこの1月になってやってるかどうか分かんないけどまあコロナがね落ち着けばね本当全国また僕も回りたいし、つつうらうらね、まあそんなことでね、ちょっと関東地区またコリンさんの活躍も非常に大きいので、ぜひとも今後もいろいろ頑張っていただきたいと、頑張りすぎない程度にコリンさんは頑張りすぎちゃうことがあるので、ご自身の体を大事にしていただきながらですね頑張りすぎない程度に頑張って楽しんでいっていただければいいと思います。はい、ね、はい、ということで、なんか皆さんになんかメッセージありません？これをご覧いただいている皆さんに。メッセージ、うん、メッセージ、ディジュッポ一緒にやってくれる人が欲しいです。はい、私の代わりになってやってくれるような人が、代わりってどういうことよ増えてくれれば早く私も引退できるので。なんで引退すんねん私50年引退したいから。正月早々引退宣言かよそう、私本当は、うん、今年だからオンエアなる今年、45になるんですけど、はいはい、45で引退したいんですよ、うん、何を？あ、全部？無理そうだから5年伸ばして50で引退する。あ、何をだからその50までに、うん、こうどうにか何もしなくてもいいような。ああ、そういうことね。はい、権利収入、権利収入っていうかまあそんな感じで。なるほどなるほどなるほど、ね、いっぱいマイスターさんが増えてくれれば。そうですな、私の代わりに、じゃあ私が一生懸命あっちへこっちへ行かなくても、ちょこっとすれば、いいだけに、やりたいって思ってそうさ、楽したいっていうことですか？楽した、もう一生懸命頑張ったから1年間で、そう、ね、私1年間で50人くらいの人とかに教えてるんですよ。普通？いや少ねえ普通か、普通新規50人くらい出して。ああ、生徒さんをってこと？うん、まあまあ多い方ですよ、現状のマイスターさんの中ではね。まあ一番多いのはやっぱ角野さんが、最初の頃ね、角野さんはだだっと。今でこそ地元でできるようになりましたけど、その前は群馬ではやってなかったから。そうだよね、あっち行ったりこっち行ったり、まあ、大体都内が多くて、あと北海道行ったりとか、淡路島行ったりね。淡路島も行ったし、だから続かないよな、そんなにあちこち飛ばなくても、地元でちょちょちょってまあまあまず地元を固めるっていうのがいいと思いますよ。そしたら地元がすごかったっていう、ね、東大元暮らしだ。大阪にいらっしゃるマイスターさんでいっぱいお友達を連れてくるマイスターさんがいるでしょ、お名前は出さない方がいいか、出していいかな。いいんじゃないですか、平野マイスターさんみたいな、そう、ああいう方がいたらいいなと思ったら教室
そう、サークルのメンバーさんがまさにそういう人で、あ、そっかそっか、もうすごい声かけてくれて、うん、そういう人が現れるとね、うん、そういう人が現れるといいよね。20歩は、うん、あ、20歩、一番思うのは20歩は、あの、願ったことが本当に叶う速度が早くなるような気がします。あ、まあ、脳幹活性するからね。脳幹が活性化するから、うん、直感が鋭くなるので叶うことを、多分チーター派になるから、うん、あの、叶うことを多分キャッチするんだと思う俺。どっちかっていうと、うん、思ってることが叶うんじゃなくて叶うことをキャッチするから早いんじゃねえかなって今思った。適当に思った。はい、ということで、あの、まあまあ、そろそろお時間なんでございまして。早いですね。ありがとうございましたね。正月早々、はい、ツンツクツクツクツン、ツンツクツクツクツン、ヒヤーヒヒラヒラヒ、ベンベンベン、知ってる？春の海。あ、いや、あの、伊藤四郎さんと小松政夫さん。ベンベロ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 ってやつでしょ。そうそうそう。違う？そう、それそれそれ、小松の大親分ですね。小松の親分さん。はいはいはい、はい。長い目で。そう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 。それ伊藤四郎さんね。はい。ということで、あの、ありがとうございました。また、あの、まあ、新月とか満月とかね、新富町でやっていけたらいいなと思っておりますので、はい、あの、またお世話になりますが、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は、はい、コリンさんこと、山本優子さんでございました。ありがとう。またね。ありがとうございました。はい、ということで1月2日お正月パンタカカカカカカンそりゃ本気わからん。ゲストはね、コリンさんこと山本優子さんでございましたが、あの、本当にこの1年本当によく頑張ってくださいましてね、うちのマイスターとして、まあ他のこともやられていますけれども、マイスターとしてね、一般マイスターから認定マイスターにすぐなってくれてね、あの、非常に熱心にやってくださいました。で、これからも、まあ、あと5年、5年なんかやるって言ってたけど、引退するって言ったけど、まあ、引退宣言まで出ましたけどね、あの、それまで本当に頑張ってくれると思いますので、皆さんも応援の方をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということで、何かディジュポ健康法について聞きたいことがあれば、ここにハッピーディジュワールドかなの QR コードが出てますので、今、あの、検索していただいてるんですね。ディジュポ健康法で検索していただければ、だいたい出てきますから、あの、お気軽にお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。みんなのディジュポ健康法。